石水寺温泉溶外石水寺温泉古東房座坊安ア石水寺温泉は、山梨県甲府市上石水寺町にある温泉。甲府市街地を形成する相川線上地の長部、甲府駅の北約4キロの標高約540から700メートル、国の史跡に指定されている溶外山城のふもとに、一致している。石水寺温泉とは、溶外温泉及び古峠房温泉に湯の総称であり、 両温泉には、それぞれ一軒ずつの旅館が存在する。積水寺という地名は当地にある、寺院名に由来する。市街地に隣接した高台にあるため、甲府盆地の夜景を眺めることができる。2017年1月31日をもって、溶外温泉が将来的な施設維持費を考慮した結果閉館となり、古東房温泉も老朽化と改修費用の区面がつかないことを理由に、 同年3月21日より休館となっている。溶害温泉は障害者用の福祉施設となる。一方で、古東房温泉は旅館施設として再開を目指すとしている。積水寺近在の溶害山城は、高城再記に記される武田信玄生誕の地でもあり、現在も同寺院には信玄の産湯と伝わる井戸が残っている。信玄の本拠地であった。 筒地ヶ崎間の北方に位置しており、いわゆる、信玄の隠し湯の一つでもある。ありがとうございます。